ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。一人のサラリーマンがオフィス街を歩いていた。あれ、半年前ここにオープンした新感覚ロボットカラオケ居酒屋、もう潰れちゃった。やっぱり新規事業って難しいんだな。こうやってすぐになくなるお店がある一方で、長く残るお店もあるし、その違いって何なんだろうな。そういえばいつものカフェ、レトロだけど、いつからあるんだろう。気になった彼は、路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは、元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う、風変わりなカフェだった。お待たせしました。ロイヤルミルクティーです。ふぅ。今更ですけど、マスター、このお店いつからあるんですか？父の代から数えると、もう30年くらいにはなりますかね。そんなにやってるんですか？こう、長く続けられる秘密っていうのは、やっぱり経営者とか起業家の人とかの話がここで聞けるからですかね。ここのお店、ネット上のレビューを見ると、星 4.7 って異常に高いんですよね。ああ、レビューの件ね。あれはほんのちょっとした工夫なんですよ。工夫って何ですか？それはですね、ああちょっとすいません、待っててくれますか？うわ、なんだなんだ。マスターが慌てて入ってきたお客さんにペコペコしてる。高見ちゃん、あのお客さん誰？お客さん、わかんないんですか？ DMM の亀山会長ですよ。え、あの動画配信だけじゃなくて FX とか英会話とかもういろいろやってる、あのDMM の亀山さん？なんで？新規事業を考えてるんで、成功させるポイントを伺おうと思って。いや、僕も会社から新規の事業を考えろって言われたとこだったんですよ。あ、マスター戻ってきた。ねえマスター、新規事業を成功させるポイント、僕も聞いていいですか？ああ、たがやみちゃんから聞きました。はい、では亀山さんのお話一緒に伺いましょう。まずはこのままお待ちくださいね。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。文化放送未来文化ビレッジ、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。見習い店員の加賀原恵美です。浜松町で働く文化放送アナウンサーの砂山圭太郎です。はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はイノベーション、ビジネスですね、それからカルチャー、文化面、こういったところで今日本中世界中で面白いこと、新しいことがいっぱい起きていて、その第一線で活躍されている方にこの浜松町に来ていただいて、楽しく分かりやすく、そして時に深くお話をしていただくことで、まあ、2時間聞いていただいた後で、あ、この番組楽しかったけど、それだけじゃなくてちょっと勉強にもなったなということをリスナーの皆さんに持って帰っていただく番組ということで、昨年の10月から始めまして、延べ今回で第19回ですね。だんだん怪しくなってきましたけど、はい、あのね、最近気づいたけど、台本の一番上に19って書いてある。あ、書いてある。あ、本当だ、気づかなかったわ。今日、ね、僕も今日気づいたんですけど、あ、入山さんこれ見てたんだと思った。全く見てではなかった。すごい、記憶だけでやった。すごい、記憶だけでやってました。なるほど。というわけで正真正銘第19回ということなんですが、まあね、最近ちょっと巷ではコロナウイルスがちょっと蔓延しているということで、ちょっとこの後のニュースでもそういった話題を取り上げようと思うんですが、加えてちょっとやっぱりだんだん春になってきて暖かくなってきましたよね、うんうん、というわけでだんだんね、もうすぐ衣替えもやがてやってくると思うんですが、この冬私ね、お二人に言いたくて言いたくて、この冬経験したことであるんですよ。なんですか？初めて、この47歳で初めて気づいた、ジャージってすげえいい。家でジャージ履いてめっちゃ楽だなっていう。今ですか？いや、実はね、僕ね、今のこの年に、この冬が来るまでもちろん家着みたいなのあるんですけど、ジャージを履いてみたいなことちゃんとやったことなかったんです、うん、まあ、他の、古びた服とかそういうの履いてたんですよ、うん、今年たまたまね、ジャージにしてみたら、あれ何これ、めっちゃ楽じゃんと。
しかも、はい、いわゆるちょっとしたあの体操着みたいなのとはちょっと違って、うんうん、ちょっと流行ってますよね、ジョガーパンツみたいな、はい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 、ああいうのにすると普通に外も出れて、うん、コンビニの買い物も行けると、うん、なんて楽な服なんだって初めて気づきました。あ、適度な暖かさね、寒すぎず暑すぎずね、で適度な緩さね、うん、そしてなんとなくご近所の目、それほど恥ずかしくないかなみたいな、いやジャージってイノベーションですよねちょっと体伸ばしても ね伸びてくれるしね、素晴らしい。いやもうね、はい、今まで知らなかった、47年間知らなかった自分恥じております。スナちゃんどうですか、ジャージとか履いてます？ジャージもね履いてますけど、僕もシャカシャカとスウェット、シャカシャカのなんかちょっとナイロン系のやつと、ウィンドブレーカー的なやつと、はい、スウェットとジャージを3パターンを着回してるんですけど、ジャージがね一番長持ちするんですよ。だ同じ時期に買っても今ジャージだけ残ってるっていう状態でジャージを使ってますなるほどね、うん、持ちがいいですよねやっぱ体育の体操着もそうでしたけど、3年間洗い続けて全然大丈夫じゃないですか。あ、そう、あ、そうだね、言われてみたらそうですね、素材は似たような感じですからね。ジャージメーカーのすごい宣伝になってますよね確かに。え、高山ちゃんジャージ着てます？私はあのいつも寝るときジャージですね。あ、ジャージなんだ。あのジェラピケみたいなやつとか着れなくて、なんかあの柔らかい素材のそれこそ家着とか寝巻きとか女の子が好きなやつとかは、ああ なんかいわゆるちょっと古いおじさんの言葉で言うとネグリジェみたいなとかあんま得意じゃなくて、ずっと寝巻きって今全国の高見ファンちょっとショックですよ今やばいやばい、まさかのジャージ着て寝てんだ。なんかすごい、なんか私は馴染みがあります。お姫様みたいなね服を着てそうな感じそんなことないですよ。そうなんです。え、そのジャージっていわゆるなんか体育で着るようなああいうジャージとか、あと結構 やばいのかもしれないんですけど大学の時に作ったユニフォームとかをそのままね。え、高校の時のユニフォーム？大学の時にあのサッカーサークルとかで作ったようなユニフォームとかも着て寝てます、はいはい、やばいのかな今だんだんファンが離れてやばいやばいやばい、ちょっとこの辺にしとかないとね、互い見ファンなくなっちゃうんでね、はい、そうなんですね、はい、意外、はい、というわけでじゃあ、ね、ジャージに目覚めた目覚めたとマスターとともにジャージ素晴らしいです。今日もお送りしていきたいと思います。さあ、この後すぐこのお店の常連さんとしてプレジデントオンライン編集長星野孝彦さんをお迎えして、主な経済ニュースを解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラス、続いてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜松町ビジペディア、はい、今日はですねボイシー公式パーソナリティ、今ね女性がずっと続いてますけど、そうですよね、女子大生パーソナリティですもんね、うんうん、中川春人さん、お、男性なんだ、男性なんです、中川春人さん、はい、ちょっと残念女の子がみたいなそうですね、まあでもそれをね、この期待をねちょっと、うん、我々のこの失望を上回る、うん、あのいいことを超えてきてほしいですよ ね、 ね、が来てくれるんじゃないかなと期待せざるを得ないですよね。でテーマが、はい、エドテックなんですよね。江戸テック、まあ、江戸って言ったらお侍ちゃんですか、ね、この番組だとそうじゃないですか、はいはい、お江戸東京の江戸テックだったら多分お侍ちゃんが来るはずですよ、ね、来るはずですけど、そうじゃないってことは、まあ、お江戸とは関係ないんですよね。なるほどなるほど、違う江戸だってことですね。違う江戸でしょうね。じゃあちょっと楽しみにしていきましょうね、はいはいはい、8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロン DMM.com の亀山圭司会長と新規事業を成功させるポイントとはというテーマでお話します、はい、というわけで、うん、あの DMM の亀山さんね、最近はもうネットメディアとかいろんなところでも大変有名な方ですけど、まあね、顔出し NG の方なんでテレビには出ないんですけど、きっと声だけだからラジオは出てくれるっていうことですよね。というわけで、まあ、皆さんお待ちかねの方も多いと思いますが、8時はこの DMM の亀山さんに来ていただいてお話を伺うということですね、はいはい、続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、アニメみゆきを経営学者の目線で解説します、はい、足立満先生の名作みゆきについて今日は語らせていただきます。なるほど、はい、そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。さあ今日も生放送、皆さんからのメッセージ募集しています。今日のテーマ、最近こういうこと始めました、うん、最近新しいこういうことを始めました。なるほど、亀山さんと あのトークテーマが新規事業、新しいことを会社が始める時のポイントということですから、うん、じゃあ我々日常生活で新しいことをなんか最近やってますかっていうことですね、うん、すなちゃんなんかあります？これでまだ始めてないんですけどね、あのベースを今年やろうと。それずっと言ってる。なんか死ぬ前にやるとか言ってませんでした？いや、死ぬ前にやるのはギターです。めんどくせえなもう今年やるのはベースそうなの、はい、死ぬ前にギターです。よ、全然よくわかんない。なんであのキョンキョンの、はい、あなたに会えてよかったっていう曲の、ね、あのねベースが、イントロのベースがすごいんですよなんかあれをね去年くらいから聞きたいなと思って今年やろうと思って
なんだこの人でん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 ギターは死ぬ前ギターは死ぬ前ですもうなんかよくわかんないよ私は最近パーソナルトレーニングに時間ができたんで、パーソナルトレーニングって体鍛えるやつ、はい、あの1対1でつくやつ行き始めました。なんかいいことありました？体良くなってきました？はい、めっちゃ体良くなって、はい、よく食べるようになって、うん、結構汗かいたりもするようになりましたし、あともともと歩道橋登るのとかもあんまり嫌だったんですけど、歩道体弱すぎて歩道橋登れなかった。辛かったんですよ。マジかよ。全然登れるようになりました。それは体鍛えた方がいいね。まだ20 もうさ20代中盤ですよね。死ぬ前にギターやりたいとかさ歩道橋登れないとかなんだよここのスタジオ。じゃあマスターなんですか。マスターは始めたことはジャージを履いてます。当然ですよね。はい、最高ですよジャージ。そこに戻ってきた。はい、はい、宛先イノベーションアットマーク joqr.net innovation@joqr.net、ツイッターもお待ちしています。つぶやくときはハッシュタグハマカフェをつけてお願いします。ハマは漢字、カフェはカタカナです。あなたからのメッセージお待ちしています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、お送りしています文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ。ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロフィールを紹介します。星野さんは大学卒業後 NHK に入局し、記者として甲府放送局に勤務。2006年にプレジデント社に移り、2018年7月からプレジデントオンラインの編集長を務めていらっしゃいます。はい、というわけでどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。プレジデントはですね、昨年プレジデントの紙媒体、はい、でプレジデント氏の鈴木編集長にはこのスタジオに常連さんとして来ていただいたんですが、はい、今回はプレジデントオンラインの編集長の星野さんに来ていただいたということなんですけど、このまずプレジデントの紙媒体とオンラインっていうのはどう違うっていうか、まあ、当然同じプレジデントに所属してるわけですよね。どういう違いがあるんですか。まあ、当然1個はネットだっていうことだと思うんですけど、まあ、そうですね、はい、プレジデントは1963年にできた、はい、まあ、歴史のある雑誌ですけれども、はい、まあ、プレジデントオンラインというのは2010年頃から、はい、オンライン媒体として始まってまして、うん、今まあ月に300本ぐらい記事を出してるんですけども。月300本も記事出してるんですか。そうですね、まあ、これでも多い方かっていうとそうでもないんですが、まあ、そのうち100本ぐらいがプレジデント紙紙から転載をしておりまして。あ、なるほど。紙の記事をそのまま、まあ、ちょっと言い方ですが使えますっていうとあれですけど、それをもう少しネットの方が、ね、より自由だったり分量も自由にできるから、そういう形で転載してるっていう。そうですね、まあ、紙の特集を別のチャンネルでお届けしつつ、はい、まあ残りの200本というのはウェブでオリジナルで記事を作ってる。なるほど。実は私が僕がもう実はプレジデント氏の紙の方で連載をやらせてもらってるんですね、うん、でいろんな日本中の、まあ、中小企業オーナー企業の後継者のところに行っていろいろ対談してお話を伺うっていう連載をやってるんですが、それも紙媒体の方は比較的それを見て僕がそれをどう分析するかっていうのをやってまして、ただ実際の対談の方はネットで流させてもらうってことをやってますよね、はい、だからまさにそういうことをうまく活用してるっていう。そうですね、はい、まあ、紙とウェブで届き方読まれ方が全然違うので、うん、まあ、そこで一番いい方法は何かっていうのを今いろいろ模索しているところですね。なるほどね。そして星野さんご自身のこともお伺いしたいんですが、はい、星野さんは今プレジデントオンラインの編集長ですけど、もともと NHK、まあ、まあ新卒で、はい、にご所属だったんですね。まあ2年間だけなんですけども、はい、それ NHK つまりテレビ局からプレジデントっていうビジネス誌に移ったっていうのは、これはどういう経緯なんですか。まあ、よく聞かれるんですけども、はい、まあ、雑誌とか出版とかそういうものが大好きで、はい、まあ、新卒の時もそういう仕事がしたいなと思っていたんですが、うんうん、まあ、縁あって NHK の記者で採用されましたんで、まあ、これは修行だと、いい機会だと思って NHK に入ったんですよね。あ、まあ、じゃあたまたまというとあれですけど、就職活動の、まあ、結果として NHK に入った。まあ、もちろん面白い仕事ですし、うん、そこで習った2年間っていうのは僕の中ですごく大きな力なんですけど、はい、まあ
僕の同期、はい、新卒の職員が200人いたんですよね、うんうん、ディレクターとか NHK の新卒200人。そうですそうです。でプレジデント社って今僕のいる会社って100人ちょっとの会社なので、全体でね、全体でね、そうです。出版社って小さいですよね、規模が全然違って、まあ大きい会社には大きい会社、小さい会社には小さい会社のそれぞれの良さがあるんですけど、はい、まあ結果的に僕はあの今の会社の方が合ってたかなというふうに思います。なるほど。やっぱり規模結構小さいっていうのがまあ出版社の一個のまあ、魅力だっていうことですね。その分いろんなことができるっていう。そうですね。アイデア一つで全社が動くっていうところがありますから。なるほど、まあ、そこは、うん、出版社の面白いところだと思います。ちなみに今プレジデントオンラインは何人ぐらいでやられてるんですか？僕含めて常勤の編集者が6人ですね。ああ、やっぱそんなもんなんですね。うん、逆に言うと6人で毎月300の記事出してるって考えると、1人平均50本ですもんね。すごいですね。半日で50本ですもんね。まあ、200本ですかね。だから1人40本ってあたりかなと思いますけど。40本でもね、まあまあ、すごい。1日1本以上ですからね。もう記事忘れちゃいますよね、自分が出した記事。毎日締め切り、はい、っていうことですもんね。というわけ で、ね、じゃあまあその中で後で星野さんにその、ね、大量に記事扱われている中で、うん、ちょっと特に最近注目されている記事についてお話しいただくということですよね、はい、よろしくお願いします。じゃあ後ほどよろしくお願いします、はい、さあではまず日本や海外での注目のトピックスを解説するエコノミートピックス、今日取り上げるのはこちらです。 NTT テレワークを強化。NTT グループが新型コロナウイルスの感染拡大への対策として昨日から時差出勤や在宅勤務などのテレワークを活用強化することが分かりました。 NTT グループは国内におよそ20万人の従業員を抱えています。具体的な規模や内容は今後各事業会社が決めることになりますが、国内の他の企業にも同様の対策が広がりそうです。はい、ということで今ねもうこれは言うまでもなくコロナウイルスが、まあ、日本でも、残念ながら少しずつ今感染者の方が増えてきているということで、まあ、一説によるとこの 2,3 週間ぐらいがやっぱりこういうのは拡大するかどうかのキーポイントだって言われてるんですよね。だから逆に言うとこの2週間3週間ぐらい我々日本で感染が、まあ、抑え込めればそれほど広まなくて済むかもしれないということで、うんうん、今いろんなところで民間企業が対策をしていまして、で実際私もこれ結構影響を受けてましてですね、実は今日ですね午後私もともとある大きな企業さんの主催するイベントで講演する予定だったんですよ、うん、それがね 4,5 日前に連絡来て中止です。人がやっぱり集まらないように、集まらないようにってことです ね。それから、3月の初旬にも、まあ、同じようにある民間企業さんが、うん、主催されるイベントに、まあ、登壇してくれっていうあったんですけど、それももう何百人って集まるイベントだったんで、うん、それも中止が決定しました。ですから今実は日本中で多くの人が集まるイベントっていうのがまず、うん、緊急で中止になってきてる、はいはい、っていうことですね。まあ、一番大きなイベントでは東京マラソンがね、一般参加者は、ね、今回は亡くなりましたからね。亡くなっちゃいましたもんね、はい、で例えば民間企業ですとヤフーがですね、うん、ヤフーが、14日に、新型肺炎の影響を避けるために6500人の全社員に対して100人以上が集まる会合への参加や主催することを、そういったイベントを主催することを原則禁止にしたんですね、うん、ですから実はですねこのヤフーの出した号令というのは意外と今業界で広まってまして、100人以上を超えるイベントっていうのはなんとなくちょっと当面控えとこうっていう空気が今流れてるんですよね、まあ、じゃあこの100人が本当に100人以下なら大丈夫なのか、うん、100人以上だったら危ないのかって実は結構分かんないわけですよ、うん、分かんないわけですけど、今多くの団体さんがちょっと100人以上のイベントはやめておこうという流れが今一つ出てきてるっていうことですね、はい、そしてもう一つが今すなちゃんが読んでくれた企業の在宅勤務の動きですよね、うん、でこれもまあ、幸か不幸かというと、まあ、不幸なことであるんですけど、その長い間我々働き方改革っていう流れが今あるじゃないですか。つまり、まあ、いろんな働き方改革って考え方ありますけど、一つは多くの人がもう会社に来るんじゃなくて在宅で働いて、いわゆるテレワークですよね、うん、そういう形でやればいいじゃんっていうことが言われてはいたんですけど、なかなか進まなかったわけですね、うん、ところがここに来て、まあ、こういったコロナウイルスの影響もあるんで、まあ、こういう残念な理由はあるんですけど、なぜか在宅勤務がその各社さんが、このコロナウイルスの感染を防ぐために進めていると、うん、
いうことで、今結果的に今そういうその在宅勤務のある意味実験みたいな状態になってると思うんですよね。まあ、実際にこうまあメールができたりとか、まあチャットができて、まあ会議に近いこともできたりするし、はい、まあパソコンで個人の作業もできるし、はい、っていうことを考えると、まあまあ結構なことはできると思うんですけど、はい、実際のところこう業務への影響っていうのはどうなんでしょうか。これがですね、いろんな反響があるんですけど、はい、例えば私が見たですね、ツイッターの中では GMO インターネットってありますよね、はい、あの有名な、まあ、大きなメガベンチャーですけど、うん、あそこの熊谷社長のツイッターが流れてきたんです。これがすごく面白くて、熊谷さんツイッターでこんなことおっしゃってるんですね。もう GMO はもう当の昔3週間前から在宅勤務を、まあ、このコロナウイルスを踏まえてやってるんですが、はい、在宅勤務開始から3週間、何がすごいかというと業績に影響がほぼない、うん、この結果を見て、そもそもオフィスが必要なのか真剣に考えている。在宅勤務の判断は正しいと評価されてるけど、駅前のオフィスを一棟丸ごと借りてる今の会社の判断はどうなんだろうっていうふうに、GMO になるともうオフィスいらないっていうことに実は熊谷さん気づいちゃったって言ってるわけですね。だこういう人もいるわけですよね。はあ、で実際こういい面もあると思うんですけど、はいはい、まあ、本当にこういう働き方が今後増えていく可能性も感じる今の話だと思うんですけど、はいはい、逆にこうマイナス面ってのはないんですか、リモートワークですか。これですね、はい、実はすごいいいポイントで、まずプラス面からいくと、 今言ったようにもう皆さん自由に働けると、うん、で今すなちゃんが言ったように IT ツールですね、最近はメールとか何よりスラックとかチャットワークってありますけど、うん、いわゆるチャットみたいな感じでもう会社中の人がバーチャルで会話できるって仕組み入れてる会社さん多くなってきてるじゃないですか、うん、だからやっぱりこういうことがしやすくなってるんですよね。ただじゃあこれね、アメリカはどうかっていうと実は意外なんですけど、うん、ヤフー、アメリカの方のヤフーですね、はい、ここはですね、CEO の元 CEO ですけど、メリッサ・マイヤーは、在宅を実は最近禁止にしたんですね、やめちゃった、はい、それから確か私の理解が確かならば IBM、うん、ここも在宅を禁止にしてます、在宅勤務を。むしろつまりアメリカではむしろあまりにも在宅勤務が多すぎると、うん、社員同士が顔を合わせる機会がなくなると、うん、そしてやっぱり顔を合わせることの重要性っていうのもあるんですよね。例えば僕も経営学者なんで、経営学の視点でいくと、ですね、トランザクティブメモリーっていう、うん、これまあ経営学の考えというか理論があるんですけど、これ簡単に言うと組織って情報共有が重要じゃないですか。その時に重要なのは同じことをみんなが覚えてることも重要なんだけど、それ以上に誰が何を知ってるか、例えばあの人にああいうことを聞けばいいよねとか、あの人はああいうこと得意だよねっていう情報共有が重要だって言われてるんですよ、うん、でこれが多くの研究で実はやっぱりね、顔と顔を合わせた関係性の中でこういうのが築かれるっていうような研究がいっぱい出てきてまして、うん、そうするとやっぱりずっと在宅重要なんだけど、ずっと在宅だとその顔と顔を合わせる良さがなくなってくる、うんうん、この辺のバランスがすごく難しいっていうことですね。なるほど、まあ、無駄な会議減らしましょうとかね、はい、なんかいろんな話は出てますけど、まあ、良くも悪くもこのコロナウイルスが実験の、はいはい、在宅勤務の実験の、まあ、場になってきてるってことですね。だから一方で IT をツールを使って在宅を進めながら、他方でじゃあどのくらい本当は交わせなきゃいけないか、その塩梅みたいなものを各社さん探る時期に来たのかなというふうに思っているということです。はい、以上エコノミートピックスでした。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、続いてはエコノミートピックスプラス、今日の常連さんである星野さんが気になる話題を掘り下げます。さあ、ここではプレジデントオンラインで配信中の記事、はい、新型コロナウイルスでやってはいけない5つの NG 行動という記事を取り上げます。なるほど、1月30日に配信された記事です。改めてこれどんな星野さん記事でしょうか。まあ、記事の中身はうちのサイトでぜひご覧いただきたいなと思うんですけども、はい、やってはいけない、はい、まさにコロナウイルス今来てるわけですから、はい、今我々がやっちゃいけないことってことですね。そうですね、はい、まあ、一言で言えば落ち着いて対応してくださいっていうことですよね、うん、でこの記事の例えば一番 NG の1っていうのは、はい、救急外来を受診するのは控えた方がいいですよっていうことを言ってるんです。救急外来を受診する、まあ、自分がもしかしたら新型コロナにかかってしまったかもしれないなというふうにして慌ててお医者さんにかかる、はいはい、でこれは厚生労働省がちょうど
慌ててあのお医者さんにかからないようにしてくださいという呼びかけをもう始めているところだと思います。で、まあ、あの1月30日にこの記事出ているので、そういう意味では先駆けて、あの落ち着いてくださいということを、まあ、言ったということになりますね。ちなみにこの意見っていうのはプレジデントの意見なのか、どっかの専門家の方のご意見なんですか？まあ、筆者の方は医師の方で、お医者さんの方なんですね。いろいろな見解を検討した結果、医学博士の筒井福美富さんとおっしゃるんですかね、あの筒井さんという方、筒井先生、ドラマの監修なんかもされていて非常に有名なお医者様なんですけど、じゃあまず救急外来は控えましょうと、はい、その心っていうのは言ってもやっぱり現場が混乱するだけだからとか、そういうことですか？結局新型コロナウイルスの特効薬っていうのはないわけですね、あ、なるほど、言っても意味ないっていう。そうなんです。で、対症療法しかないので、で結局その人が移動してしまうと、移動する過程で人に移ってしまう。むしろね、そうかそうか、ワクチンないですもんね、まだね、新型ウイルスは。でもちろんその健康弱者とか何か、基礎的な疾患を抱えておられる方は、きちんとした治療を受ける必要があるので、これはもちろん病院に行かれた方がいいんですけれども、なるほど、まあ、健康な方に関しては家で寝ているしか、まあ、実は対処の方法がないので、その方がまあ広がる可能性が少ない。むしろ被害を最低最小限に済ませられるということですね。そうですね。じゃあ2つ目の NG ポイント、やってはいけないこと、これは何ですか？そうですね、これは記事の中では新型コロナの話を SNS で拡散すると、これも結局不確かなことを SNS でこうわーわー書いてもですね、何の有益なこともないので、これはやっぱ落ち着いて対応するのがまあ一番であるということ。なるほど、まあ、不安煽るだけですもんね。おっしゃる通りだと思います。そして3つ目は何ですか、やっちゃいけないこと。これはその N95 タイプのマスクを買いに走るというふうにされてる。 N95 タイプのマスクって僕分かんないですけど、医療手術の時に使われるような特殊なマスクで、有害な物質を 95% 以上除去できるというような。じゃあなんか今あれなんですか、評判なんですか、ネットとかで。そうですね、これがコロナウイルスに効くんじゃないかみたいな噂が流れて。でもそれはやめた方がいいと。はい、その理由っていうのは、専門家が特殊な用途で使用するマスクですから、それを一般の方が買っても、これ実際つけてみると分かるそうなんです。私はちょっとつけたことないんですが、筒井先生が書かれている内容だと、息苦しくて、普通の人は一日中つけてるなんてことは不可能であると。やっぱプロ仕様だってことですね。はい、だ外出中に例えばその電車の中でこのマスクをつけようなんていう用途で買われたいんだと思うんですけど、皆さんは、全然外歩けたもんじゃないと。なるほど、酸素足りなくなっちゃうよ。かなり慣れた方でも、息苦しいということですから。なるほど、ありがとうございます。そしてじゃあ4つ目のやってはいけないことは何でしょう。除菌グッズ、サプリ、丸々水などをネットで買うこと。これなんかやってよさそうですけどね、除菌グッズとか。なんでダメなんですか？便乗商法ですよね、こういうものは。まだこういうのには気をつけるというか、そんなだ特効薬がない、対症療法しかないということは繰り返し WHO とか厚生労働省が呼びかけていることですから、そのことを踏まえれば、効くなんてものは効かないと。なんかこの水がこれに効いたという話がありますよ、ね、みたいな、ね、俺弱いから買っちゃいそう。それはもう踊らされない方がいいってことです ね。 そうですね。そして最後やってはいけないことなんでしょう。中国人を排除することという。これ今アメリカでちょっと起きてますよね。アジア系の方とかがちょっとなんかお前ウイルス持ってんじゃないのみたいなことをなんか地下鉄で言われたとか、そういった事件がちょっとアメリカでは起きてるっていうふうに聞いてるんですけど。そうですね、もう当然ながらそういうことはやってはいけないと。そうですね、これ日本だと苦い記憶として、ハンセン病の方を隔離してしまったっていうようなことがありますよね。はい、でそれは結局ハンセン病っていうのは感染力が非常に弱いので、日常生活でうつることはないわけですけれども、当時どう対処すればいいか分からなかったので、隔離してしまったと。今回クルーズ船がずっと横浜港に留め置かれてますけれども、あの対応も本当に適切だったのかなというふうに私としては思ってますね。船内で感染者がどんどん増えてるっていう状況ですもんね。そうですね、だから留め置いてしまったことで、本来コロナウイルスにかからなくてもよかった人がかかってしまったと。で、実はクルーズ船以外のルートから、潜伏期間が長いわけですから、日本にたくさんもう来てしまってるわけですよね。なるほど。そうすると日本っていうのは、星野さんがご覧になると、もちろん防ぐっていうのは重要なんだけど、他方でちょっと過度にちょっとやりすぎというか、オーバーリアクションしすぎのところもあるんではないかと。そうですね、政府とかの動きっていうのが、だからリスクをゼロにすることで、もしくは責任を問われたくないということで、過剰に発
反応するっていう部分が、そうか、どちらかというとそういう責任を負いたくないみたいなのはちょっとあるかもしれないですね。もちろんその対処することは重要なんですけれども、例えば100人以上の会合を全て禁止するっていうのは現時点でどうなのかっていうのはもう少し冷静に考えてもいいのかなというふうに思いましたね。なるほど。高山ちゃんとかどうですか、今5つ星野さんおっしゃってくださって、はい、救急外来は受診しない方がいい、SNS では拡散しない方がいい、 N95 タイプのマスクは無理して買わない方がいい、除菌グッズとかなんとか水とかに騙されない方がいい、それは当然ながら海外の人を排除するみたいなことはしちゃダメってことなんですけど、これ私やりそうだったなみたいなのあります？いやでも SNS で拡散するとかは特に、うん、私たちのこうベンチャー界隈とかで結構多くて、はい、特に大企業の先ほど のニュースにもありましたけど、NTT さんとかがリモートワークを始めたとかなってくると、うん、あやば、私たちのちっちゃい会社でもやらなきゃいけないんじゃないかって結構こう最新の情報をずっと追っかけてる方が多いので、見つけたらシェアして横に流してみたいなの、逆にね、はい、そうだよね、やってるような、これもしかしたら善意で、うん、むしろかかったかもしれないなと思ってみんなに迷惑かけないために、はい、SNS で発信しちゃうみたいな人いるかもしれないですよね、うんうん、そうですね、でも逆にそれが混乱を招くかもしれないということですね。まあ、だから事実であれば問題ないと思うんですけども、うん、誰かがこうだったとかそういう聞いた話を気軽に書いたりっていうと、まあ、問題がむしろややこしくなってしまうのかなと思いますね、うんうん、さあということで、まあ、ぜひ改めて、記事の方、プレジデントオンラインでお読みいただきたいと思います、はい、新型コロナウイルスでやってはいけない5つの NG 行動についてエコノミートピックスプラスでした。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、浜松町ビジペディア。このコーナーは巷にはびこるビジネス用語をレポーターが独自に解説、それを聞いたアシスタントの高弓ちゃんが理解したかどうか3段階で判定します、はい、その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、エドテック。レポーターはボイシー公式パーソナリティ、まあ、初のこのボイシーシリーズで男性ですね。男性です。中川春人さんです。こんばんは、ボイシー公式パーソナリティの中川春人です。よろしくお願いします。嬉しい、めっちゃいい声、ねね、めっちゃいい声。わりかしこう5つ目なんで声低いのかなと思ったら、なんか爽やかですね。ありがとうございます。いやもうね、さっきまで僕失望感しかなかったんですけどえ、だって今までミスワールドのなんとかとか、ね、下着の魔法使いとか、ね、そういう子ばっかりだったんですよなぜ今こんなちょっと5つ目の兄ちゃんがねと思ったら結構爽やかなんで、まあいいかなみたいな。で中川さんはこれは今ボイシーでパーソナリティされてるんですか？そうですね、2月から、はい、2月から、 2月から、はい、あ始めたばっかりなんだ。そうですね、はい、1年に1回オーディションがあるんですよ、はい、オーディションがある、はい、でそ の, あのボイシーの経済チャンネルのパーソナリティ、経済チャンネルのパーソナリティやってる。そうです、はい、おーすごい、はい、すごいですね。それも今はボイシーのパーソナリティってことは現役の学生さんなんですか？そうですね、今早稲田大学の現役の2年生です。来たよ、来た、来ました来ました。知ってる知ってる、おじさん一応副業で早稲田大学で教えてるこれはどうも、元経営学者、番組上の設定としては ね副業で学者やってる。なるほど。本当に何学部？教育学部です。おー近い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 、おじさん11号館あなんでマニアックな話ですけど小学部を挟んで教育があるってことですね。今私の隣にいるすなちゃん、はい、実はご出身の大学、はい、早稲田大学小学部です。これ並びました、ね、今3人早稲田、すごい、早稲田3連生ですよ。並びましたね並びましたね。いやもう本当先輩という感じで圧だけを感じさせてますから、ということは中川さんは今これやってるってことはアナウンサー志望なんですか？はい、そうですね。ということは何、アナウンサー同好会みたいあるじゃないですか早稲田って、はい、あれ入ってるんですか？そう、実は砂山さんの後輩にあたるんです、はい、アナケンですか？はい、アナケンっていうんですか？アナケン、すなちゃんアナケン出身、アナケンアナウンス研究会で今何じゃ完全に後輩じゃないですか？ガチな、ガチな先輩じゃないですか？ガチな後輩、そうですよね。もうなんか結構いろいろ圧かけて構わないですよ今20歳ですか？そうですだから24歳下の早稲田アナケンの今先輩後輩が、そうですね。どうですか、先輩からご覧になって。いや先輩からご覧になるとですね、こんないい声してる同級生いませんでしたよ。いやうまいですもんね。いや出来上がってますよね、20歳にして。どう、逆に後輩から見ると当然いろんな、ね、アナウンサーの先輩がいるわけじゃないですか、はい、早稲田のアナケンからは、はい、すなちゃんとかはどうですか？いやもうそれはやはり文化放送に入られた偉大な先輩ということで
今、はい、適当に作ってるめっちゃ目が泳いですごい間がありましたよ。他早稲田の穴県って誰が出てるんですか。吉田照美さん、すごいですね。あと逸見正隆さんおとか、まあ、結構フジテレビ系が昔多かったですね。で文化放送ね、吉田照美さん、ね、おーすごいっすね。じゃあその系譜を継いで、うん、一番ちなみに当然憧れてるアナウンサーいると思うんですけど、誰ですか憧れてるアナウンサー。当然砂山さんです。いや空気読むタイプです ね, ね完全にね。絶対違いますね。絶対違います実際で実際であれば本当に。でもこういう風にご一緒させていただいて、いやそうです、本当にすごい超憧れの先輩ですね。砂ちゃんなんてね、超憧れの先輩です。本当にすごいですね。この体育会のこの上下の感じがすごいですね。ひしひとねラジオの、ね、徹底的に伝わってますね。守りますよね。いやじゃあちょっと先輩の前でぜひ頑張ってください、はい、先輩の教授の前でね、はい、やっていただきますけど、さあでは中川春人さんによる解説テーマは江戸テックです、はい、クではスタート。はい、まず江戸テックと言いますのは、はい、エデュケーション教育という意味の英単語とテクノロジー、まあ、科学技術などというふうな意味を持つ英単語、うん、これを組み合わせた造語になります。教育ってことね、エデュケーションで。そうですね。なるほど、はい、その教育の分野にコンピューターなどの最新技術を生かすことで、うん、まあ、新たな分野を開拓していこうとか新たな方法を生み出していこうというのがエドテックになりますね、はい。具体的には例えば、東進衛星予備校東進ハイスクールが行っているその映像授業、インターネットを通した映像授業ですが、うん、まあ、スタディサブリとかもやってますけれども、はいはい、そういうものですとか、あとは遠隔地にスカイプで個人レッスンをしたりとかですね。なるほど、はい、あとはそうですね、そういうのを活かしてほとんど、インターネット上でカリキュラムを済ませてしまうこの高校も最近登場していますので。何もない、インターネット上で授業全部やっちゃう高校があるんですか。そうですね、 N 高校っていう。 N 高校ね、はい、そうですね。あとは、その授業以外でも、はい、例えばアプリで自分の勉強した時間を記録できるスタディプラスってものがあったりですとか、実際にその生の授業の中でも先生が例えば国語の授業、現代文の授業で iPad にその教科書の文章をスキャンしてきて、その iPad 上でそのラインマーカー引いたりとかして授業するというのがありますね。はい、そうですね、まあ、私自身はその、はいはい、スカイプの個人レッスンを昔ちょっと塾講師をやらせていただいた時に、うん、やったりしていたんですけど。教える側でやってたんですか。はい、へ、去年1年間やらせていただきました。このボイシーのこれをやる前に。あ、そうですね、スカイプ塾講師。ちなみに、はい、中川さんはきっと東京で教えてるわけですよね。そうですね、のご自宅かなんかで、はい、相手はどこの方だったんですか。相手はまあ、フランチャイズで展開している塾だったので、はいはい、その他のフランチャイズ校で例えば東京の早稲田大学を目指している子ですとか、あとは、そういう近くにフランチャイズの校舎がないけれども自宅で受けたい子とか、うんうんうん、そういう子が通わなくていい。そうですね、自宅とかその近所の校舎に行って中川さんの授業をスカイプで受けるっていう。そうですね。はあ、面白いですね。そうですね、あとは自分はその、まあ、授業をやったのと、あと普通に東進衛星予備校に自分自身通っていたのがありまして、はいはい、あとはその iPad の授業、その現代文などの授業を、まあ、実際に受けたことがあります。今東進だとそうなんですか、うん、iPad でやっぱりもう授業を受けるんですよ、予備校で。そうですね、東進、授業はその学校の話なんですけれども、はいはい、東進その映像授業は、うんうん、それ受けたいくつか受けたんですけれども、やはりそのこの超一流の先生が、うん、本来だったら東京とかに行かないと受けられない授業を地元で受けられるという。なるほどね、非常になっているんでしょう、この教育格差みたいなのの是正にも役立つというふうにこれは言われています、うん、なるほど。そうですね、自分自身もやはりこのそれを受けてこうやって進学できているわけですから、かなり効果あるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、はい、ありがとうございます。というわけで、でもなるほどなと思ったのが、うん、確かに僕もこれね、スタディサプリって今リクルートマーケティングパートナーズがやってる、インターネットで教育提供するサービスあるじゃないですか。あれも中川さんがおっしゃったように、うん、結構地方で塾がに通えないお子さんとかが、うん、実はやっぱりインターネットで勉強できるようになって、だんだん勉強できるようになったっていう、これ今までなかったんですよね、うんうん、だからそういう意味でもやっぱり本当に世の中今変えてるなっていうことですよね。そうですね、まあ、実際ねこう体験した立場としてもね、うん、今日は話してくれました、ね、そうです。どうでした、実際にそのスカイプで教えてみて。そうですね、資料とかは別途そのスキャンして、うん、Google ドライブなどで共有してたんですけれども、うん、そういう風にすれば生でやっているのとほとんど変わらない状態でできていましたので、非常に有効的かなというふうに思いました。なるほどね。さあでは高恵美ちゃんに判定していただきましょう、はい、今回のエドテックの
解説、すっきり、もやもや、さっぱりの3段階で判定します。それに応じてレポーターの告知タイム30秒15秒5秒と変わります。高木ちゃん悩んでる、めっちゃ悩んでるぞ。さあ砂山先輩の前で、まあ、一応今日はね震えてる震えてる、中川君震えてる、まあ、今まで80代の方からね、そうですよ、いましたけど、今日多分最年少じゃないですか。そうね、80代いましたね。80代いましたけど最年少ね、最年少だと思います。では高木ちゃん、はい、判定をお願いします。悩んでる悩んでる、はい、もやもや、しちゃったか。どの辺が、あのですね、はい、すごい、あのどうやって実際使われてるのかとか、うん、あとスカイプで個人レッスンするもの、それこそこの後亀山さんが出てくださる DMM が展開されてるあの英会話のレッスンとかも、テックになるのかっていうのはすごい学びになったんですけど、はいはい、今後それを導入することで期待されてることとかが知れたらすごい面白かったなと思って、こういう風に良くなるとか、はい、こう便利になるとか、ね、未来はもっとこうなるみたいなところまであるともうより良かったなっていう、はい、かなと思ったりしました。なるほど、教育学部なんで。そうだよね、はい、教育学部だもんね。そうですね、高見ちゃん結構痛いとこ刺してきますね。あの誰よりも厳しかったですよ、ね、ハードル上げられまくりますね。いやでもすごいアナウンスも上手でしたし、実際の体験談とかお聞きして、はい、すごいこう親近感が湧きました、はい、星野さんどうですか、多分この辺お詳しいと思うんですけど、今高見ちゃんが聞いたような、はい、エドテックっていうのはこれから我々の教育をどう良くしていくとかって何か考えとかあります？そうですね、うちのサイトでまさに N 校の記事を取り上げて、はい、あの非常に大きな反響があったっていうふうに、まだまだだから、あの通信制高校ですよね、 N 高校、あで通信制なんだ。そうです、そうです。でそうすると普通通高校があって、通信制って、まあ、ある種その普通に行けない人が行くっていうようなイメージがあるんだと思うんですよ、うん、で、まあ、実際通信制やってるところもそういうのが多いんですけども、はい、そうではなくて N 校は通信しかやってないので、うん、なるほど。じゃあ逆に言うと、これから先は普通の高校で N 校みたいな仕組みが入ってきたりすると、よりこう自由な教育が受けられるかもしれないみたいな、うん、そうですね。だから普通の高校に行く人が普通に、うん、あの通信制を選ぶと、うん、あそういう、うん、むしろ通信制を積極的に選ぶみたいな、そういう時代が来るかもしれないということですね。それはまだテクノロジーのおかげかなと、うん、なるほどね、はい、さあではもやもやですからね、うん、15秒間告知タイムがございます。では中川さんお願いします。はい、はい、ボイシー公式経済総合ニュースでは2月からパーソナリティを、全員交代しまして、全員大学生ですね、アナウンサーを目指す大学生でやらせていただいております、うん、私は水曜日にやらせていただいておりますので、明日7時から放送でございます。ぜひお聞きください。お願いします。どうでした今日、大先輩すなちゃんの前で喋ってみて。もうただでさえ緊張していたんですけれども、そうですね、すごくなんだろう、勉強になりました、まあ、ただ緊張しただけで何の意識もしてなかったと思います。何も気になってなかったと思います。さっきかなりで尊敬する先輩のところで目が泳いでました、ね、目が泳いでましたからね。はい、まあ、またぜひ来てください。ぜひぜひまた来てください、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、浜松町ビジペディア、今週のレポーターはボイシー公式パーソナリティ中川春人さんでした。ありがとうございま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 した。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送未来文化ビレッジ、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。さあちょっとお知らせなんですが、はい、今週の文化放送、文化放送焚き火ウィークということでお送りしております、うん、今週金曜日の未来文化ビレッジ、まあ、この時間の枠ですね、はいはい、岸陽介のスタートアップは、はい、千葉県某所から焚き火を囲みながらの全面中継をいたします。すごいことやってますね、まあ、この前この番組のサウナの話をしてね、はいはい、なんか本音が出やすいみたいな話がありましたけど、そう、ね、サウナと焚き火は本音が出やすいって話ですね。そうですね、この焚き火も最近本音が出やすいコミュニケーションとして注目されています。ゲストには日本焚き火協会の会長をお招きしたりとか、焚き火の前で歌ったりとか、まあ、いろいろやるみたいです。日本焚き火協会っていうのがあるんですね。ですね、はい、こうなんかうちの僕隣、この番組のディレクターなんですけど、はい、席の隣がずっとあの焚き火で何を焼いたら美味しいかっていうのをこの1週間ずっと考えてました。金曜夜7時からの焚き火を囲みながらの生放送、ぜひお聞きください、はい、さあメッセージテーマ、最近こういうことを始めましたなんですが、その前に一つだけツイッターでですね、はい、たかちゃん油揚げ丼石油王さん、ありがとうございます。
今日の冒頭の話ですね、タガエミさんのジャージ姿の写真希望、はい、というわけでいつかぜひ SNS に上げてください。いるんかな、はい、上げます。ではラジオネーム、メールご紹介します、はい、ラジオネームみーくんさんです。ありがとうございます、はい、私が最近始めたことは髪を短めにしたということです。髪の毛ね、はいはい、今年に入って襟足を若干刈り上げ気味にしました。最初はなんだか首周りがスースーするなと感じていましたが、いつの間にか気にならなくなりました。ちょっと寂しいのが誰一人あれ髪切ったと言ってくれないことですといただいてます。まあ、襟足だけだとちょっと気づきづらいですかね。やっぱ髪切って男はそんな気にし、これミリ君さんはでも男性なのかな。そうですね、相当短いから、はい、うんうん、あんま言われても気にしないですよ ね言われないこと。高山ちゃんとかやっぱ気になるでしょ、切って誰にも言われないと、ね、はい、気になります。色とか変えると特に、はい、いや我々気をつけますね、はい、我々気づいてない可能性があるから、ね、やばいやばい、はい、あ、ここぐらいまでということで、はい、さあ、引き続き最近こういうことを始めましたでお待ちしています。はい、お願いします。さあ、この後の8時からですね、うん、浜松町イノベーションサロン DMM.com 亀山圭司会長をお迎えします、はい、いよいよですね、はい、積極的に新規事業に投資することで知られる亀山会長、まあ、いろんなことやってらっしゃいますよね、はい、FX、英会話、もともと動画配信だったり、あとね、サッカーチームも持ちですよ確か。そうか、あとね、なんか消防なんとかとかね、ほんといろんなことやられてますよね。なんですけど、次の事業の見つけ方の基準の一つに、はい、自分たちが脅威だと思う業種と考え、そういう考え方があるそうです。この後8時台に伺います。浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションサロン、文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までをお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様は DMM.com の亀山圭司会長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。プロフィールを紹介します。亀山さんは19歳でアクセサリーの販売を始め、その後プールバー、雀荘、喫茶店、レンタルビデオ店などさまざまな事業を展開。38歳の時に後の DMM.com となるデジタルメディアマートを設立されました。現在は DMM.com グループの会長として動画配信、オンラインゲーム、英会話、FX、ソーラーパネル、3D プリンターなど業界の垣根を越え、数多くの事業を展開しています。はい、というわけでどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますというわけで生カメッチですよ。そうですね、でも生放送だから大変だね。そうですよ、亀山さんあれですよね、最近だとニュースピックスでポッドキャスト始められてますよね。だから、はいはい、録音はご自身もされているけど、録音したら編集で問題発言切ってもらえる今日はすいません、生なんでまずいよね、ね、まあ、なんとか差し支えるのではないというお話を気をつけないと、気をつけて喋ります、はい、ということで、まあね、亀山さんは多分今日ラジオ聞いている多くの方が、ね、名前ご存知だと思うんですが、まあ、DMM.com の創業者であり、今も社長であり、まあ、そして最近はいろいろなメディアにも、ね、まあ、顔出しは NG ですけど、はい、お出になられていて、まあ、よくネットではカメッチっていうあだ名で、はい、まあね、よく出られてますよね。で、私も今日実は初めてお会いするんで、ね、ちょっとなかなかラジオでは伝えられないですけど、あ、こういう方なんだっていう、どうですか、すなちゃん、印象は。ずっとこう、うん、体を斜めにされてますんでちょっとこれはこうシャイな方なのかな、うん、それともちょっと対なんかこう入山さんとこう面向かうにあたってこう、うん、ちょっと探りを入れてどっちなんだろうなっていう感じで見てちょっとカッコつけてんじゃないあ、あとちょっと失礼ですけど、背が高いなっていう印象をすごく持ちまして、多分亀山さんの印象って我々は西原理恵子さんが書いた亀っちの似顔絵みたいなのじゃないですか、はい、あの印象があるんで、そんなに背が高くないのかなって思ったんですけど、すごく高身長、まあ、でも似てるって言われるよ、あれたまに、あの絵似てるって言われます似てないやばい、まあ、絵よりもちょっと2枚目かもしれない、あ、いやいや、絵よりはもうよっぽど2枚目ですよね。亀山さんはもう今いろんな本当に事業をやられて、で、私の周りでももうベンチャー経営者とかで亀山さん尊敬してるっていう人いっぱい
いるんですよ、うん、で一方で最近いろいろなこう、まあ、メディアというか特にインターネットメディアとかに出られるようになってるわけですけど、これはなんかどういうきっかけでこうやっていろんなところに出られようと思うようになられたんですか。まあ50歳ぐらいまでは、まあ、引きこもってたっていうかみんな断ってたんだけど、そういう依頼をですね受けてても、うん、まああんまり静かに行きたかったんで、はいはい、うん、まあ、でも社員が出ろ出ろって言うからやっぱ社長が今出るって広報でも重要ですもんね、うん、そうだね、なんとなくだあんまり出ないと怪しい会社と思われるらしくて、まあ、そうそう、まあ、しょうがないから出るかみたいな。なるほど確かに実際あの DMM は、うん、まあ、率直に言うと最初はそのビデオデマン事業で、うんうん、あのアダルトビデオとかも扱われていましたから、うんうん、うね、あのどうしてもそういうイメージがありましたけど、亀山さんがやっぱり表に出られるようになってから、うん、あこんなにいろんなことやってるんだって我々が結構知りましたよね、うん、そうだね、まあ、やっぱりまあイメージ大変だね、イメージ大事だなと思っても頑張って、うん、まあ、でも顔出さないでなんとかやっていこうと、これからも。これは顔を出さないのは、まあ、いろんな方から聞かれてるかもしれませんけど、なんかこだわりっていうか、なんか理由はあるんですか。こだわりっていうか静かに行きたいだけで、はい、あのなるほど、まあ、ラジオぐらいならいいじゃん、まあ、しゃべっても道歩いてほらなんか指さされると嫌でしょ。だから基本は静かに行きたいんだけど、うん、広報とかからもっと前に出てくださいって言われてるんで、そうそう、なんかいいとこ見せてくださいみたいな、そうなんていうかなんかちょっと語っちゃってくださいって。なるほど。たがやみちゃんはね、ボイシーっていうベンチャーにずっと勤めてて、多分ベンチャー界でも神山さんって本当に今有名というか伝説の経営者だと思うんですけど、はい、どういう印象を持ってました。いや、あの今日初めてお会いしたんですけど、まあ、あのもちろん外見のお話はイラスト見てたので、うん、まあ、ちょっと印象違うなというのはそうなんですけど、はい、声がめちゃめちゃいいですよね。本当に、はい、ラジオ向け、はい、でも ね低いトーンの、はい、トーンの声でなんかすごいこう聞き惚れちゃう声だなと思います。なんかなんかコミ言ってるんですよ。なんかお前仕事欲しいとかお前は。惚れちゃダメよ。星野さんは実は今回亀山さんご紹介いただいた、我々の番組ご紹介いただいた星野さんなんですけど、はい、星野さんは亀山さんどういうふうにご覧になられてますか。あの若い人を積極的に登用するということで、うん、こういう経営者他にいないのでもうずっと注目していて、はい、あとまあ顔隠されてるっていうのもねすごいユニークなところ、うん、なんか私伺ったのはそのお一人でアフリカにご旅行するのがお好きだった。別にアフリカって決めてないけど、まあ、たまにフラット一人旅。結構フラット海外行かれるんですか。そうだ、フラット一人旅はたまにね1ヶ月ぐらい休み取って。1年で1ヶ月ぐらい。まあそうだね、1年毎年行ってないんだけど最近は、うん、最近だと例えばどういうところに行かれたんですか。最近だとまあアフリカとかモンゴルとか、そう南米とか。私実は先週末、先々週末モンゴルに行ってました。いいですよね、うんうん、そういうゲルとかあるじゃない。そういう、はいはい、うん、でそこにビスケット持っていくと、ビスケット、うん、止めてくれるんだよ。あ、それは何ですか。いわゆる野宿じゃないけど、その突然お邪魔しますって言って、そうそうそう、そこの辺の観光地よりはどっちかとそういうとこ行ってそれすごいですね。でこうなんか手招きでこうやると、まあお土産って言ってやるとね結構泊めてくれたりするよ。でそれじゃあモンゴルでゲルにそうやってお邪魔しますって言って、うん、ウズビスクで泊まったんですか。うん、うん、しばらくずっとそこで。しばらくずっと。あのそこのお世話になってたよへー、すごいですね、うん、だから遊牧民の人たちは、まあ、結構優しく、うん、でも全然言葉とかも通じないじゃないですか。コミュニケーションどうされた、うん、んですか。結構ね意外とね、あの抱き合うともう OK みたいな、はハングしたらもう仲良しみたいな、ね、やっぱすごいですね。まあ、日本有数の資産家でおられるので、はい、当然そういう国だと誘拐されるみたいなリスクもあるわけですけども。そうだ、うん、大丈夫、顔売れてないからもうだから顔出してないっていうだからやっぱマスコミの立場からすると、うん、きちんと顔を出して、うん、あのというのは求めたいところなんですけれども、まあ、DMM も非上場の会社ですし、うん、まあ、こういうコミュニケーションの形があってもいいのかなというふうな。なるほどね。なんか一緒上場はしませんっていう、ね、もともと合同会社の形態も株式会社ではなくて合同会社、ね、どうなる。昔株式会社だったんだけど。あ、昔はそうだったんですね、うんうん、もうなんかまあ、 あの合同のがなんかいいらしいんだよね。うちの CFO が言うには、あの上場しないなら合同でいいんじゃないですかっていう。なるほど、うん、
なんかアマゾンとかグーグルもそうなのかな、日本のやつ合同会社なのかな、ね、うん、なるほどね、うん、ちょっとほらイケてる感があるじゃない、うん、もうなんか上場とかしてあのかそういう個人投資家とかいろんな機関投資家からなんか言われるよりはそうそう気楽でいいよ、気楽で好きにやりたいっていう、うんうん、あと今星野さんがおっしゃったように私も DMM というと新しい事業をやるだけじゃなくて若い人にそれを任せて権限移譲して育てるっていうイメージがすごくあるんですけど、うん、その若い人をそうやってだんだんバンバン抜擢するっていうのはなんかどういう理由があるんですか。うん、というかまあ俺自身がもうほら年だからというか、あのもうアイデア出ないし、はい、うんうん、あの自分で考えてもね、もうネタ切れみたいな、はい、ネタ切れだからしょうがない若いやつに委ねるしかないというもう苦肉の策よこれは。うん、うん、でまああとはまあ時々出てって撤去してちょっと美味しいところもらうみたいな若い人働かして搾取するみたいな感じ面白いですね、だからね、若い人やる気は出ますよね、でもね、うん、チャンスを与えられて、でもチャンスを与えた方がみんな勝手に伸びるしね、うん、あんまりほら年寄り口出してもいいことないんだよねあんまり、うん、じゃあ結構ほとんど亀山さんそうやって若い人に任せるとあんまり出ていかない、うん、そうだね、もうどうしようもなく辞める時だけ言いに行くかな、もうもう今回はもう撤退ねっていう撤退のとこだけなんですね、うん、そうだね、やるのはみんなやりたいってどんどん言ってくるから、うん、もう順列ついて待ってるわけよ、やらせてくれっていうの、うんうん、でやらす時の OK はまあそんな難しくないんだけど、やめるときは勝手に言わないから誰も、いやまさにその辺お伺いし、もともと実はお伺いしたかったんですけど、うん、あれだけの新規事業をやられるっていうのは亀山さんご自身のアイディア以上に、うん、もう社員がやりたいやりたいって言ってきてそれを亀山さんがゴーするかしないかの判断をされてるっていう、そういう感じなんですか。まあ基本そうかな、うん、最近とか自分でもうアイディアこのまあ8年ぐらい出してないからまあ俺も40代の時にこういろいろ2つぐらい続けて外したのよ、ビジネスで、でまあ俺の時代終わったなと思ってこれからは若いやつやらすしかないって思ってまあは、うん、でまあ、みんな持ってこいみたいな、アイデア持ってこいみたいな感じかなとか、あと、うん、面白いですね、うん、あとは20代のやつは最近 MA が多いかな、あ M&A が、うん、20代で消防車作ったやつとかなんていうかな、そういうインターネットのプログラム教室やってる、ね、あ最近始められてますよね、うん、とか、まあ、そういうのは大体20代が多いね、就活ネットとか、うん、うん、なんかそういう、うん、でその20代の生きのいいベンチャー買って、でそこにまた若い新卒のやつをこうエンジニアつけてやる、はい、うんうん、あとは法律とか、はい、財務とか弱いじゃない、まあそうですね、法務とか財務はまあ会社がつけてやるとか、うん、まああんまりほっとくとらん、暴れすぎて法律違反しちゃうとかいけない、そうですねで資金繰りも分かってないから、うん、そういうのはちゃんとつけてやると、まあ、あとはもう好きにやらせるっていう感じかな、うん、すごい面白いですね、任せ方のレベルがちょっと常識を破りというか、なんかものすごいエンジェル投資家みたいな、ね、エンジェル投資家兼経営者なんだけど、いやちょっと普通ないパターンですよね。そうですね、だから亀山さんが毎週いる場所に経営者がかなり集まって、そうですね、私もそれもう一つ、うん、よくお話いろんな方から伺うんですけど、うん、亀山さんなんか毎週飲まれてるバーみたいなのがあって、うん、そこにいろんな経営者とか起業家が集まってっていう、うん、金曜日ね六本木のバーで、うん、アーバーって言うんだけど、まあ、はい、検索すれば出てくるから、はい、なんかあったら持ってくればいいよって感じというね、その亀山さんに、うん、じゃあこれからもう少し、深いお話を伺っていこうということですね。ちなみになんですけど、ちょっと8時前に紹介しました、次の事業の見つけ方の一つに、うん、自分たちが脅威だと思う業種っていうのを、まあ、はいはい、選ぶと、これはどういう理由なんでしょうか。ああ、はい、まあ、そもそも何のために会社やってるかっていうとあれじゃない、まあ、生き残るというか、はい、まあまあ、社員食わせていくというか、なんていうかな、うん、会社続けていきたいからやるんで、うん、っていうと、まあ何、例えばそのビデオレンタル店なら、配信、動画配信に、はい、インターネットが脅威だったら、まあ、やっとかないといけない、そういう感じで始められたんですね、動画配信は、うん、そうだね、だから、まあ、配信、まあ、本屋だったら電子書籍やった方がいいとか、うん、まあ、あるんじゃない、だからそういうので言うと、まあ、でたまたまその何、その世界が来なかったら来なかったら別にずっと生きていけるし、うんうんうん、万が一こうインターネット来ちゃったら、
もうテレビでも何でも大変じゃない、うん、やられる前にとりあえずやっとこうみたいな、やられる、どうせやられる時代の波を変えれるんなら、流れ変えれるんならいいけど、うん、変えれないんならもう乗るしかないっていう、うん、なるほどね、うん、っていう感じかな。なるほど、うん、でほら今だいたい稼ぎがあるうちに、まあ、次の、まあ来そうなもんやっといた方がいいとかね、うん、なるほど、守ろう守ろうとしがちですけどね、うん、だからテレビ局ね、テレビ局が本来、はいはい、まあ、楽天とかライブとかで買収してもいいわけじゃない、うん、そうですね、本当はね、はい、うん、流れ的には、うんうん、でもほっとくと逆になっちゃったりすると大変じゃない、なるほど、ね、まあそういう感じかな、うん、その辺のその来る来ないみたいな感覚っていうのは、うん、亀山さんの中では結構なんかそういうのがあるんですか、こういうのは来るとか乗っといた方がいいとかっていうのは、うん、いやでもそれは本当にね、もう NHK とか見てればみんな言ってるし、偉い人が次 AI ですよとかロボットですよとか言ってるじゃない、そんな感じなんですね、そんな感じ、テレビ見てて、だって俺田舎者だったから、はいはい、田舎でね、NHK スペシャル見たり、はい、クローズアップ現代見てて、はい、うん、ああそうなんだ、これからこういう時代なんだって思ったら、なんかそこのほら、あの会社調べて電話して、うん、どんなんですかみたいなすごいすげえな、うん、独特の機動力が、いや普通ね、なんかそういう起業家っていうと、なんかこうある時風がふっと吹いて思いついたみたいな、うん、そういう感じじゃないですか、全然吹かない、うん、もうテレビ見て、あそうなんだ、これからこういう時代なんだねっていうみんな大体多くの人はまあ未来がどうなるか分かってるけど、まあ単に動かないだけで、だそこがポイントなんですね、その動きがやっぱり、あの、まあ、DMM.make 秋葉ですよね、はいはいはい、メイカーズムーブメントっていうのが来てるっていう時に、うん、まあ、亀山さんがそれを受けてこうポンとお金を出すという、そうだね、メイカーズって本が流行ってるらしい、流行りましたね、メイカーズ、で俺読んでないんだけどでもこういう世界が来るんですって言いに来たやつがいて、はいはい、あ来そうかもと思って、じゃあ 3D プリンターとか、あのそういう場所作っちゃえみたいな、あそれで秋葉のアイドル始めたりとか、そうそうそう、うん、面白いですね、面白いですね、いやすげえな、でも作ると勝手に集まってくるわけよ、そういう好きなやつがね、先に作った方がなんか、だから、うん、亀山さんがそうやって若い人とかアイデア持ってる人たちをなんか引きつけるっていうか、集まってきて、で亀山さんの感覚で入っていって、じゃあこうお金出して事業やらせてるっていう、面白いですね、うん、なんか細かく読むっていうよりか、本当に大きな波をすごい遠くからなんか冷静に見てるっていう感じがしますよ ね、 そういう感じですね、うん、じゃあその亀山さんにさらにここから深くお話を伺いたいということで、はい、ここからまあ非常にざっくりとしたテーマで申し訳ないんですが、新規事業を成功させるポイントとはというテーマでお話を伺いたいんですが、まあ亀山さんね、今実はまあこれもご存知だと思うんですけど、日本中の大企業中小企業が新しい事業をやりたいけどできないで困ってるとかっていう悩み、うん、まあ、私もいろんな会社お付き合いあるんで分かるんですけど、皆さんすごい悩んでるんですね、うん、で一方でもう亀山さん DMM はこれだけの新規事業をやってると、その違いっていうか何が違う、どの辺がポイントなんですかね、うん、ああそのどの辺かな、まあ、とにかくまあいっぱいやることじゃないなんか、うん、だってあの成功してるのだけ今残ってるけど、はい、まあその10倍ぐらいは失敗してるから、やっぱ10倍ぐらい失敗してる、うん、そうだね、やっぱ毎年どうかな、年間1000ぐらいアイデア来て、うん、うち100ぐらいは何一応ちょっと調べたりとかこうやるけど、はい、そこからまあ実際お金入れるのがまあ例えば10個とか結構大きい額よね、はいはい、でも成功するの1個だよね、1000個のアイデアがあって、うん、10個ぐらい事業として投資して、うん、当たるのは1個、まあそうかな結局、うん、でそれでそれが10年ぐらい食わしてくれるみたいな、なるほどね、まあ、10年、最近でも10年しか持たない、昔はもっと持ちました、もうちょっとね、やっぱ早いねサイクルが、うん、あやっぱそうですか、だって昔はなんかだって今の大企業ってほとんど昔の100年前のビジネスモデルで、そうなんですよ、なんかその、はい、分かんないけどそういう、まあ、建築とか、まあ、分かんない重機とかメーカーとか、結構長く持ってたと思うけど、うんうん、最近早いし、特にあの数年で立ち上がったビジネスってすぐダメになったりするじゃない、うんうん、例えば SNS でぐっと流行ったビジネスでもね、海外から同じようなも来たらすぐなくなっちゃうとか、はい、そうですね、アプリもいきなり消えたりするじゃない、はい、うん、だから早いかな、うん、立ち上がるのも早いけど消えるのも早いね、うん、うんうん、まあでもそういうの繰り返していくしかない感じかな今は、だから、うん、いやでもやっぱり1000ぐらいの中からそうやって10ぐらいに絞ってやられてるんですね、うん、そうだね、うん、まあもうちょっと調査で少しやってみるのはもうちょっとあるけど、うん、
まあ、その時の判断のポイントが、うん、DMM は、まあ、上場している会社ではなくて、はい、まあある意味亀山さんのお一人の会社なんですよね、うん、だからあの流行り廃りがある中でもこれは続けた方がいいという判断があれば、まあ、ずっと続けていく、まあ、DMM ドットメーカーはまあその象徴だと思うんですけど、うん、つまり赤字をある程度垂れ流しても、うん、これはもうちょっと粘ろうと思ったら粘るっていう、うん、そうだね、あの基本なんていうかな、やっぱ教育的なものとか、なんかちょっとああいう施設ってのはちょっと時間かかる、はい、ゲームとかだったらまあ半年もあればやめちゃうけど、あ、ゲームはもう半年で撤退ですか、うん、例えばその当たらないゲームとかは、はいはい、ちょっとやってこれ無理だと思ったら撤退みたいなことはあると思う、はい、けどなんで教育系とかものづくりとか、まあなんていうかちょっと時間かかるものはどうしてもあって、うん、最近なんか42っていうこうちょっと無料のプログラムから始めたけど、あ、はい、まあ、それなんかまあ、はい、まあ、一応5年ぐらい見ないと、あれは確かあれですね、うん、プログラマーとかそういう人たちを育てていこうみたいな、うん、そうだね、ところですよね、うん、で彼らがまあ将来的にどうなるかはやっぱり数年経たないと分からなくて、企業がみんなで活躍する人間になるのかならないのかっていうのは1年で分かんないし、まあそうですよね、うん、ゲームは確かに半年もすればどのくらいお客さんつくか分かるけど、うん、そういう人材系は特にやっぱり 5,6 年の視点は必要だっていう、うん、し、まあ、5,6 年先もあれどうせ儲かんないっていうかゼロだ、あの無料なんでね、あのなんとなくあれがあったことで、まあ、うちにエンジニアが集まってきたりとか、あとなんか社会的にちょっと良くな、あの何、あの評判良くなって、うん、良くなったとかっていうすごいふわっとしてるんだよ、ね、ふわっとしたものっていうのは上場会社許してくれないじゃない、四半期ごとに決算を出さないで、ね、いや実際、うん、あの私も上場会社の社外取締役やってるんでよくわかるんですけど、うん、やっぱ大変ですよね、うん、もう毎月やっぱりチェックしてで、うん、あの新しい事業を始めるのもある程度説明が必要だし、うん、だからそれよりはもうとりあえず亀山さんの場合はとりあえず数を打とうみたいな、そうだね、し、まあ、うん、俺みたいなことやってたら株価下がるんじゃないかというか途中で辞めさせられるかもね、そのかあの、うん、なんていうかやっぱりその数年先で見てくれないから、うん、ね、今期なんでこんなとこに赤字出すんだみたいな話になれば、あの、まあ、結果、まあ、株持ってないサラリーマン社長だとまあ大体1年ぐらいで勝負しないと、そうですね、まあ、株主価値を最大化するというのが株式会社でも認められる、あの僕の周りであのビズリーチってあるじゃないですか、うん、ビズリーチのトップの南君って僕は彼すごい経営者だと思ってるんですけど、うん、彼のが最近この前会った時に言ってたのが、うん、入山先生これからの CEO の仕事は率先して赤字を垂れ流すことだって言うんですよね、うんうん、赤字を掘るのが CEO の仕事で黒点したら黒字になったらそこからちゃんともう事業回るから別の人にちゃんとそれを回せる人に回せるみたいなことを言っていて、だから亀山さん多分そういったことをもう時代をかなり前から率先してとりあえず突っ込むところは亀山さんのリーダーシップでみたいな感じなんですかね、うん、というか、まあ、まあ株主利益を考えなくていいってことになると、うん、会社を続ければいいわけだから、はい、あの稼いだ利益はあの何、いや儲ける仕組みを作り続ければいいだけだね、うん、儲けなくていいんだよ一緒、うん、まあ極端なことで言えばアマゾンとかそうじゃない、そうですね、利益出さなくて次々やっていくんじゃない、はい、うん、そうか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 、うん、儲ける仕組みってよりもこう新しいことをやって儲け続ける仕組みみたいな、うん、そう、新しい仕組み作っていけば今のがダメになった頃にまた次の仕組みっていうのが、でそれがうまく乗っていけば何伸びるし、何あのまあなんていうかな、普通にやっててもあの新しいことやってたら、まあ、とりあえず生き残れると思うんで、ね、はいはい、そのうん、そのダメになるまでに間に合えばね、でも奥はやっぱりダメになってから慌てるから、そうですね、で間に合わないし、うん、もう社員もやる気なくなってるし、うん、お金もなくなってるし、うん、あの徐々に衰退していくと、まあ、結構やっぱ社員もね、あのずっとそこで終身雇用してもらうつもりだったのが、うん、ちょっとできないって辛いよね、その辺のなんか損切りのスピードと決断がやっぱ亀山さんのやっぱり強さっていうか凄さなんでしょう ね、 ですね、じゃあちょっと一回 CM に行きましょうかね、はい、この後まだまだお話を伺います。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、今夜は新規事業を成功させるポイントとはというテーマでお話ししています。はい、じゃあここからはさらに亀山さんにお話を伺っていきたいんですが、あの私が一つ興味あるのはそういう時に、先ほども星野さんから若い人を抜擢するのがやっぱり亀山さんのすごさだっていうことだっていうことなんですけど、そういう時に、まあ、どういうふうにして人を見てるか、
っていうのはあるんですかね、うん、こういう若手を抜擢するみたいなその判断基準っていうのは。ほうほう、なんか良さげなやつって感じざっくりざっくりまあ雰囲気良ければ、まあでもこればっかりもね、そんな見る目ってそんな人ないし、1時間面接したからって分かんないよね。うまいこと言う口だけでやつもいるし、亀山さんでも分かんないですか。分かんない分かんない、そんなうまいこといかないよ。1時間2時間見たからってそんな1000人じゃあるまいしさ、見抜けないし、やっぱりやらしてみて、うん、でまあ何でもそれでも半年1年いろいろ仕事やれば、あの実際できるやつかっていうのは分かるし、うん、できるやつにはまあポジション出せばいいし、うん、でポジション出してみて、なんか授業任せてみてもいいし、任して失敗したらまたもう一回出直してこいって言って、そのうまくいったやつの下につけたりとか。あ、うん、そういうことやるんですね。そうだね、うん、だからやっぱりいろんな授業やってると、はい、授業も潰しやすいって言ったら変だけど、やめてもそこのエンジニアとか財務の人間他に移動するから。なるほど、うん、そうか、逆にいっぱい事業ポートフォリオがあるから、うん、その人を動かせるわけですね、その間で。そうだね、だから小さなうち大きいピラミッドがあるっても、小さいのがいくつかあって、うんうん、で何新たにこうこのピラミッドが失敗ってなったら、あのとかうまくいかなかったらそのちょっと中ぐらいのピラミッドの下に置いてみるとかね、って言ってリーダーが変わっていったりする。はあ、面白いですね、うん、でうまくやったやつはどん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 その大きく大きくしていく。やらせてみるて、とりあえずやらせちゃったすごいそうなんで、その結果その DMM に、はい、あの華々しいキャリアの方とかも何人も来てるんですけど、まあ、残ってない方もいるんですよね。残ってる人もいれば、だからあの一流コンサルとか、うん、投資銀行とか、うん、そういう人たちが来て、まあ、馴染むか馴染まないかをやってみないとわからない、うん、でその結果、うん、DMM のその若手の経営者経営層の人たちっていろんなキャリアの人がいて、うん、あの学歴とかそういうキャリアだけでは仕事の能力って測れないんだなっていうのがよくわかると思います、うん、思いましたね。なるほどね。そのエリートもいるしヤンキーもいるのよ。ヤンキーも結構いるわけですか。うん、いるいる、本当にもうなんか叩き上げの、まあ、もともと、まあ、まあ初めヤンキーしかいないからね。もうビデオもうビデオレンタとか飲食の頃なんての、そこはですね、うん、大卒なんて来ないから、うんうん、もう俺も含めてみんな高卒で、うん、でそいつらにも今からインターネットの時代だから勉強しろみたいな。例えばある会社だと結構私が聞いてるのは、うん、やっぱりそういう昔はそういうエリートじゃないっていうと失礼です、うん、そういう方々がいて、うん、だけどだんだんやっぱり経営層のところにやっぱりエリートっぽいコンサル出身の人を入れてくみたいなパターンって結構あると思うんですけど、うん、DMA の場合はもうその辺がぐちゃぐちゃに混在してるっていう感じ、うんうん、ぐちゃぐちゃ。もちろんなんかあのだから東大のやつと高卒のやつが隣で仕事してるみたいな感じかな。あ、いいっすね。うん、あとはアフリカ人と中国人とアメリカ人がこう仕事して時々喧嘩するとかね彼ら何語で喋ってるんですか。まあ、基本結構日本語できるのを基本にしてるからで、うちら。なるほど、うん、日本語できるアフリカ人とか日本語できるアメリカ人と日本語できるアフリカ人が喧嘩してるんですか。ああ、そうそう、なんかいろいろそんなんで、で、まあ、仲良くやったり、まあ、いろいろその中で、まあ、勝手にこうなんか仕事考えてくんじゃないかな。なるほどね。うん、私がもう一個お伺いしてみたかったのが、その起業家とか経営者の中でも比較的こう一つの事業とか、まあ、いわゆるビジョンですよね、うん、こういうものよなんかことを社会問題例えば解決したいみたいな形で、うん、ずっとそれだけを突き詰めるタイプの経営者さんと、うん、亀山さんみたいにいろんな事業をこう回されて、うん、でいろいろトライアンドエラーを繰り返される起業家っていらっしゃると思うんですけど、うん、そういうなんか亀山さんが見ると前者の起業家みたいなのってどういうふうにご覧になっていますか。でも別にいいんじゃないかと思うよ。自分のやりたいことがあって、うん、まあ、そのこれを実現したいとかってあるんだろうかね、うん、でもどっちかというと俺はまあそういういろんなビジョンのあるやつがいっぱいいる起業家のプラットフォームみたいになれたらいいかなみたいな。あ、でもまさにそうですよね、やられてること、うんうん、だからそういういろんなで こっちはまあ社会のためにほらこういうことやりたい、はいはい、あの教育やりたいとか、こっちはもの作りたいとかいろいろあるじゃない、うん、でそれ見ててまだまだじゃのとか言いながらちょっとこう時々口挟むと楽しいみたいな。そうするとちょっと失礼な質問かもしれませんけど、亀山さん自身の、まあ、ビジョンっていうかやりたいことっていうのはそういうなんかお話を伺ってると、うん、人を育てたいみたいなところちょっとあるんですかね、起業家のプラットフォームっていう、うん、まあ、でも育てるっていうのも本当まあなんか教材というか、まあ、なんか場所だけ与えて見てる感じ、うん、だ公園で遊んでるのをまあちょっと遠くから見てるジジイみたいな感じ。はあ、うん、だからそんなあんま教えてもいないよ最近。なんとなく時々、うん、時々なんか分かったようなことを言ってなんかごまかしてるけどね。ちょっとそれでなんかブランコから落ちそうになった子がいたら、うん、お前ちょっと危ないぜとかやってるっていう、うんうんうん、
ちょっと、うん、箱に払ったっけみたいな面白いですね。起業家のプラットフォームにっていう、確かにでも言われてみるとそうですよね。面白いです、ね、あっという間にちょっとお時間が、ね、あっという間すぎて今びっくりしてるんですけど、ね、来てしまいました。新規事業を成功させるポイントとはという、まあ、テーマから、まあ、いろんなお話伺ってきましたけど、はい、毎回一冊の本を紹介してますが、今日ご紹介する本はまさかのと言いますか、池井戸潤さんの陸王ですね。集英社から発売中です。まあ、旅屋さんがランニングシューズを、あーそうですよ ね、これも新規事業みたいなものですからね。新規事業ですからね、インターネット通販や、書店でぜひチェックしてみてください。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が49万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。実は今日昼間あるメディアで取材を受けてたんですけど、うん、そこのライターさんが実は亀山さんの取材をしたことがあるらしくて、はいはい、で亀山さんが結構いろんなことに当然ご関心があって、うん、そのうちなんか恋愛相談のなんだか番組だかコーナーを持ちたいみたいな、うん、結構そういうこともご関心あるんですか。あでもなんかそういうのもあのなんか亀市の相談室ってなんかあるのかな、そうオンライン、はいはい、うん、なんかそれでたまにあるよそういうの。あそうですね、うん、いろんな質問来ますよね、うん、家庭のこ と、さっきのアワバーとかバー来ても仕事の話言うだけじゃなくって恋愛相談のやつも来るよ。なんかそういう時どうするんですか。結構もう具体的なアドバイスされるんですか。そういう時はそこに横にいるあの女の子連れてきて紹介してあげる手っ取り早く、手っ取り早く、そこでもじゃそこで飲め、一緒に飲んだらなんかいいんじゃないみたいな実践家だからでしょ。いや、と言ってもね変わんないからやっぱ実践に行かないと、うん、というわけでなんか本当こうアフリカとかモンゴルに行かれてっていうなんかこうスケールを ね感じますね。感じましたね。めちゃめちゃ感じますね。ということで浜町イノベーションサロン、今日のお客様は DMM.com の亀山圭司会長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。大したこと言えなくてすいません。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのはアニメみゆきですが、キーワードは何でしょう。新しいことをやらないことにも価値はある。今までの話真逆になっちゃいます。あえて真逆言ってみようかなということで、まずは世界観に浸っていただくためにこちらをお聞きください。みゆきといえば多くの方が思い出がいっぱいを思い浮かべると思うんですが、違うんですか。はい、オープニングテーマの方いってみましょう。 H2O で 10% の雨予報。H2O で 10% の雨予報をお送りしています。はい、というわけでみゆきはですね、うん、アニメは1983年3月から84年4月までフジテレビで放送されて、私あの漫画アニメマニアなわけですが最も好きな漫画の一つ。あそうなんだ。ベスト3に絶対入ります。そうなんだ。本当はこれだけで1時間ぐらい語りたいんですけどちょっとね今日尺がないんですよ。尺ないっす。尺がね2分ちょいしかないんで本当に泣く泣く断言しますが、今日話したいのは本当みゆきの話したいんですけど、このね作者の足立満先生なんですよ、うん、足立満といえばもうみゆきは有名ですけど、他にもねタッチとか、うん、H2 とか日当たり良好とか、最近はミックスですが、うん、虹色唐辛子とかもうとにかく名作をずっと生み出している人なわけですけど、この人の作風ねもう皆さん読んだと思うんですけど、うん、大体同じじゃないですか。そうですねつまり確かに顔も主人公と顔も、あ言っちゃうそれね、それ有名な話なんですよ。でみゆきの若松正人と例えばタッチの上杉勝也、うん、髪型変えたら全然変わんない同じみたいな、まあ、ことでおなじみの、うん、あの方なわけですけど、でもね面白いわけですよ。そうですね、だってね高校野球だってタッチ、H2、日当たり良好、9、うん、それから今やってるミックス、うん、全部高校野球ですよ、うん、それからタッチ、H2、ミックス、それからラフって水泳のやつもあったんですけど、はい、全部2人の男が1人の女の子を争う毎回何やってんだと。確かに毎回同じなわけですよ、うん、
毎回毎回基本同じようなコンテクストで同じ設定でキャラの顔は髪型さえ変えれば全部同じであるにもかかわらず毎回大ヒットするわけですよ。ですから今日前半で今ねさっき亀山さんはとにかくいろんな新しいことをさせるあれあのするさせる、ね、そういう意味で本当に一流の大経営者なわけですけど、一方で同じことを手を変え品を変えやることでやっぱコアファンをずっと掴んでるっていうタイプの、まあ、作家や会社もあると思うんですよね、うん、はいはいはい、確かに足立さんの作品安心しますもんね。そうなんですよ、ね、安心するじゃないですか。安心する。新しいことやるってリスクありますけど、例えば僕がふっと思いつくのは、和菓子のトラヤさん、はいはいはい、トラヤって実際意外といろんなもの出してるじゃないですか、うん、羊羹だけじゃなくていろんなお菓子出してるんだけど、やっぱり トラヤっていうのがあるから、でその甘いお菓子から出ないからやっぱり固定ファンがついて、すなちゃんが言ってる安心感があるわけですよね、うんうんうん、トラヤなら間違いないっていうね、はい、だからそういうその間違いない世界観みたいなものを作っていくタイプもあるし、今日来ていただいた亀山さんみたいにそういう漫画家もいるじゃないですか、うん、ね、なんかこの前の少女漫画だったのに今度 SF やって今度ヒーローものやるみたいな、うん、高橋留美子先生はどっちかというとそのタイプですよね。そうですね、だから どっちかというとだから亀山さん、おお、そうですよ、うん、高橋留美子は亀山さんタイプですよ今追いついて、で足立充はトラヤタイプなるほど、あなたは高橋留美子、足立充っていう風にして皆さんお仕事考えていきましょうということですね、うん、はい、以上ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。さあ、お送りしてきました文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、閉店の時間が近づいてきました。ここで次回のお知らせです。次回は常連さんにビジネスインサイダージャパン統括編集長の浜田恵子さん、はい、お客様にロート製薬広報 CSV 推進部の部長川崎康則さんを迎えして、働き方改革を本当に進めるにはというテーマでお送りします。川崎さんは以前常連で出ていただきましたけど、ね、あえて今回はお客様として8時台に出ていただくと、確かにまあロート製薬非常に働き方改革進めてますから、それを伺うということですね。はい、はいはい、それではメールご紹介したいと思います、はい、先ほどの漫画アニメコーナーにコメントいただいてますね、はい、ラジオネームセラミストさんです。ありがとうございます。アニメみゆきの妹のみゆきの声はデビュー前の荻野目洋子ちゃんがやってたんですよ。はい、知ってますよ、もちろんもちろん知ってますみゆきって2人で若松みゆきと鹿島みゆきがいて、若松みゆき役を荻野目洋子やってたんです。だから僕荻野目洋子好きですだけどね、僕は実は若松鹿島みゆきの方が好きなんです。そっちが好きなの、清楚系の。まあいいや、ちょ、はい、まあ、そのみゆきのシーンからね、こう小学校で押し入れにずっと入ってたんだよね、はいはいはい、っていうのをね、今度熱く語ります。熱く語ります、はい、ありがとうございます。そしてもう一通ですね、こちらはテーマでいただいてます。ラジオネームジョーロマンさんです。最近始めました、私はジョーロを作っているのですが、自分がジョーロを作っている動画を撮影し、姿勢やスピード、無駄な動きをチェックしています。何言ってんのこの人、まだ成果は何もありませんといただいてます。何やってんのこの人、ジョーロは作れるんです、ね、ジョーロお仕事ではないってことですよね。すごいね、仕事ではなさそう、ね、面白いですね、ジョーロ、ジョーロを作ってそれを動画に撮ってんですか、使ってるの。なかなかないからバズるのを狙ってるんですかね。面白いですね、でもね。そうですね、ちょっと見てみましょうかね。ね、はい、そんな感じになっております。星野さん、いかがでした今日。あ、いや、とっても面白かったです。あのやっぱ亀、まあ、今新型コロナの話が放送でもあったんですけども、はい、まあ、亀山さんってその自粛っていうことに一番遠い経営者だと思うんですよね、うんうん、あの顔を出さないっていうこともそうですし、うん、まあ、合同会社っていう形を選んでる、若い人に会社を任せるっていうことも、まあ、ある意味批判もあることなんだと思うんです、うん、で、まあ、新型コロナの具合の悪い方はご自宅にきちんといるということが大事ですし、うん、まあ、人にうつすっていうことは最大限気を使わなければいけないんですが、だからといって何でもやめてしまうというのは、あの世の中にとって良くないんじゃないかなと思いました。なるほど。だちょっと今日の亀山さんの話と合わせて、自粛しすぎも良くない中で、亀山さんはその辺うまく自粛しないでやってる方だっていう。そうですね、そう受け止めましたね、はい、ということで、ここまでのお相手は入山明恵と高原恵美と星野貴彦と文化放送アナウンサー砂山慶太郎でした。いや、新規事業のポイントよく分かりましたよ。さっきのお話をヒントに会社で提案してみます。ところでなんですけど、さっきのこのお店のネットの
のレビューが異常に高い秘密を教えてくださいよ。実はお客さんに味の疎い知り合いを10人連れてきてもらって、その人たちにお店の評価をしてもらってるんです。なんで味に疎い人？味に疎い人なら何を出しても美味しいって感じるんで、問答無用でネット上の評価を星5つにしてくれます。その方々がさらに味に疎い人を連れてくる。これを繰り返すと星5つの評価を下す人がネズミ算式に増えていくんです。一人の食通より100人の味音痴。サイトによっては行ってもいないお店のレビューが問題になってますからね。その点うちは正真正銘、ご来店されたお客さんが書いてます。飲食店としてのプライドはないのかあんたら。もうダメでしょそんなの。でもこちらは星5つにしてくださいなんて一言も言ってないんですよ。ただ美味しいと思うハードルが低い、それだけなんです。はあ、新しいこと始めるとお客さんみたいに非難する人がいるんですよね。ああもう亀山さんの話の後こんなオチが待っていたとは。もうお題ここに置いていきます。ありがとうございました。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。